ひどすぎるから自分がリスナーだけに行くのにあの九州に行ってわざわざでリスナー抱いて帰ってきてっていうのが後でバレてもあんまり引っかかるあもう周りがひどすぎるまあまあそれぐらいみたいな感じなんですよ。四つはほんまにうまい。いや、ね、じゃ俺たちがもう排除するようなめんどくさいリスナーいるじゃん。例えばお嬢巡りみたいな、はい、そういうのをかまってあげるんだよね。だからそういう優秀な、ある意味優秀な勢力が周りに集まるんだよ。扱い方がネタになるような人また上手いんですよ、その扱い方がむちゃくちゃ面白いです。それ 病棟みたいになってます、うん、ゆつお病棟、はい、集まりますね。絶対嫌だもん、ゆつおのところにこの人来てるから、ね、わけわかんない、病気相手にするうまいだよ、ね、そのうまいだね、周りいいですね、あのプク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 イケメンって言ってるやつを相手にしてるおい、みんな無駄ねうつおくんもぐごり1日してんじゃんってけどリスナーさんの方が個性強かったもんめちゃくちゃそこはそうそうあのだからあれでしょあのはじめちゃんもういろんな酒飲みの人たち来るからすごいよ。はじめちゃん初めて見たんだね。初めて見た、ビビった、うんうん、えみたいなチンピラあのはじめちゃんってあの海坊主みたいなあそうですそうですびっくりした出たがりな、まあ、ないじゃんもぐごりのトイレのまあ、どこうろちょろうろちょろしてるから見てるんすよ。はじめちゃんはだってほら嫁太郎とかも知ってる。あ、そうなんだ。もともとランチタイム海坊主の人はじめちゃんってそうですそうです、そうです、いや、そうや、もうかんない。あの、もぐごりの伊藤君ゲストっていうの放送は嫁太郎も一緒に見てたの。嫁太郎が見てて、言った言葉が後ろに出たがりがいいあー、そっか、テキーラ入れてますよね。珍しく天竺太郎からこれでもたまに出ないカフェラピニオラピニオマダニゲランドホバイダムがコンダあの近いねめくれそうでてこちらのからねカンボジアは夏ですから32度あるよ32度もうゆつおくん来いよ今からダイエット中に向いてるよただ燃えでダイエット中だろ燃える燃えがまかコンビニお前のまめなきゃこないの泥だらけになるけどな5度大阪で兵庫でだから東京も今日7度か8度みたいなそんなに寒いんですか20度違う耐えたくないシャツ着たくないですもんねベトベトなくてでも作業中は俺たち脱いでるからで動画の部分だけ服着てる時しか撮ってないそうですね動画撮ってる時パッて服着てもう映れない年配で配信のキャプチャーだけやからはいワンタロもね結構こすいのよカメラの位置を確認して自分のポジションを撮るからねうまいなと思ってどこ今日、うん結構観察してたらあのテーテのカメラじゃん、うん、カメラの位置を確認してから、うん、無意識もう無意識もう無意識無意識や無意識テーテ認めんで噛みつけ本当にあんまないね喧嘩せ日本さんのロンビジマネロンビジエーターワンタロは自分の位置を映すうつりゃごめんサポーティングサポーティングマネいやいいいいいいいけよいけよそんなつもりなかったんやったらそんなつもりないわ買いついてえねえからなえんかえんか言い合いになっちゃうかもしれないあのモニターを見てるとそれがすごいわワンタロ映してましたレンズをカメラを変えてワンタローの背後からのアングルに変えましたってモニター見てみたら後ろだとワンタローこっちに入ってくるよねえ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 気使うわこの二人の会話やめてもラクルームだちょっとねよいしょリックあリックはリックはそうですねリックそうリックはそう本当リックはそうオッケーお皿お願いします。大丈夫ですもん。enough。フィニッシュ。オッケー。辛いね。辛い。熱い。辛い。わあ、安定。どうします？
なんかロインタイマファにはあれだもんね、カメラ向けると気づいてないふりして実は気づいてて顔つけるもんね。あ、それは本当にその通りです。こいつは、そう、気づいてないふり、わかんないようにカメラを向けるでも気づいてるね、気づいてるんだけど気づいてないふりして顔を作るよね。そうですね、今日も撮ってくれるんだろうな、はい、もう気づいちゃってます、それは。それは本当にありますね。なんか見えるよ、こうカメラから。で、一回ね、太郎さんが、あ、撮ってくれてるわみたいな時あって、俺めっちゃ角度作っとったんよ。で、顔の表情も、あ、この角度が一番ええかなみたいな。で、なかなか撮り終われへんから、パッて見たら、ちゃうとこ撮っとった。視界では、確かにこういうポーズはしてるのは間違いなかったんですけど、角度が違くて、俺じゃなかった。俺も、あ、俺じゃなかったんやと思って。ずっとなんか、ずっとスマホいじってる。子供の写真撮ってる。あら恥ずかしいわ。配信しないからさ、はい、そのリスナーも気になってるじゃん、作業どうなってるか気になってるから、撮った写真とか動画をもうその場でささっと動画で編集してツイートするんだけど電波悪いじゃん、ここ、はい、なかなか上がらないじゃん。あ、そうですね。ここやったらいけるじゃないですか、配信できるんやったら。この場所はこれ電波あのテザリングだもん、あ、うん、ミックのね。ヨムチャンマンダスファイヨムジロンバルヨムバルチガニビッグの使わないとほんと 3G よね。ヨムバラスマートはちょっときつそう。 4G が一本立つか立たないか、うん、コメント止まってますね、ちょっと。いやコメントないとかないでしょ。そんなもん、そんなことあるんです。1186人おってこんな、だって今日本でもうあれでしょ、2時半でしょ。ちょっと手挙げてもらっていいですか、皆さん。ありがとうございます。あ、来た、ありがとうございます。よかった。なんか俺の話が滑ったんかなと思って心配そっち渾身の一撃やと思ってる。あ、見てます。あ、よかったです、ありがとうございます。逆に恥ずいし、はい、あれ滑ったからみたいな。あ、すいません、ありがとうございます。皆さん いらっしゃったんですね草生やせや草生やせや厳しいでしょ、厳しい。今の面白かったでしょ、絶対意味分からへん、ね、はい、マジ俺思うよ、他の人の話見ると草生えるんだみたいな。俺のは絶対草生えんぞみたいな。リスナーがね厳しいんだよ、はい、いや不安になりますよ、それ。あとはやっぱりね、作業しながら仕事しながら聞いてる人いるから受けたことある。 ありますけど何すか、何の確認ですか、何すか。ここではデフォ、はい、これここではそのぐらい厳しい、分かりました。すみません、分かりました。ちょっとじゃあ見直します冗談な、そん胃の中の川津でした。ワンタロはだからさ、生やしたら泥の中突っ込んでくる。体張るの好きだからこっち連中から体張るの好きだからね。川に入るとかね。ちょっと相撲もどうせこいつ負けたいんやろうなみたいな。そんな力入ってなかったんですよ俺も。そんなか上にもう体重上がってた俺自分そんなか組んだ瞬間にあ、そんな感じかと思って。昨日さ、巨水ちゃんだよ。巨水ちゃん、ワンタロがあの時振りがあったのになんで行かないんだろうなと思って俺から言ったの。いやもうマジで疲れてた本当に疲れててマジでみたいな。あとなんかわけわからん虫もいるからな。ハチみたいなやついますよ。で、YouTube も今ビデオもที่มีหนาคลิปวิดีโอคล้ายๆไปที่10วินาที5วินาที20วินาทีพวกนั้นบาทแต่บางทีเอาไปทำบน YouTube ไว้บานบ่ผู้ยืนเอ๊ะยังมีช่องแนลปีแต่ตรงอยู่มวยนังกาบริเวณสาขาหมวยหายนังไอตรงอยู่มวยนังกาจิ้มจิ้มมันหมวยจิ้มเมย์ชนะนะจิ้มมันจิ้มมันโอ้ยกอด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 เซ่บีบีมจิ้มมันเหมือนในในจิ้มเมย์ชนะเลยいや後ろでゆりかごなんか塊がなんていうんですかこんな感じになってるんですよ。大丈夫、服着てる。あ、着てます。でピッチリ閉じられててで バナナみたいになってるんですけどこの中に入ってるんですよね。これもいいよね、それ蚊帳みたいな。気持ちいい、風がな、いいですね。何でジャンジャンマンじゃない。やばいぞ、でもここはここは森田村よりやばい場所が。森田村の方が建物っていうかさ人多いよね。もっと少ないよ、確かに。学校かな、子供とかもね。買い物行くのに3つぐらい村駆け抜けましたもん。
確かに時間かかってましたね。めっちゃ時間かかった。12キロ、13キロ。あーそんなマジでそこまで行ったの。見てよ、ここ。これ、この前の道なんだけど。うんとね、乗田村よりさらに奥だよ。うん、ナマステ、俺、位置情報を田野城にさっきツイートしたけど、乗田村よりさらに奥。カンボジアのタクシー運転手が殺されたじゃん、日本人に。あれを右入って、さらに奥行った方だから。こんな感じだよ、周り。電波も俺たちの電波は入んないもん。現地の電波をね、手伝いに来てる。はい。そういう地域だよ。今だから井戸掘ってる最中だ。この後またやるから。Now! かなおかなおかなお。なんて言ってんだろう。わかんないけど。このあんちゃんがね、働き者なのよ。この井戸屋さんのこのお兄ちゃんが。うん。このお兄ちゃん働き者。さっき俺たちこの泥の中の、この水の中の泥を手でかき出してたから。配信外だけど、動画撮ったけど、この水の中に、入って泥だらけになって中の泥を手でかき出してた。あ、お茶枠タイムです。お茶枠50、お茶枠100お願いします。まあ、いや、わかんない。この村に何かやるかはわかんないけど、うちの会社来ないかつ H タイプダブルラバーと。配信持ってて、ちょっと読んで、コメント読んで。オッケー。ワン、ツー、ワン。早い。 Very fast. バイバイ、太郎さん。He coming back. Break night, break night, break night, break night. エンジンブレーキで止まるしかない。怖っ。
これね今お米を干してるんだね。お米を今ワン太郎がいるけど、すごい、うん、お米さっきそ普通におばちゃんその上裸足で歩いてたよ平気でやってますよね、うん、そんな感じ。そう普通にこの上歩くからね、このお米の上。よし、じゃあそろそろ作業するんで、さっきお茶もくれた人ありがとう。ここの人たち結構動いてくれますね、うん、東辺の時、うん、いや大丈夫、さっき多分ビール飲ましたからね。なるほど、ビール飲ますとあの作業するからこっちの人は覚えておいて、カンボジアの人たちビール飲ますと作業するからね。そんな感じでね、また作業します。またあのツイッターで動画とか写真で報告できると思うんで、また後ほど、後ほどお疲れ様です。おったろー、おつれー、頑張っていこう。おいっす。